さあというわけでやってまいりました、和音ボリューム1でございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日は、中川くん、はい、中川幸男と申します。よろしくお願いします。と、真原美穂、はい、真原です。と今日僕隼人で、お送りいたします。皆さんよろしくお願いいたします。これはどんな感じなんですか。これ声が変わるやつですよ。そうです。あら、これもう真実はいつも一つだね。じゃあそうですそうだね、はい、麻酔銃とか仕込んでない。あ、時計してない大丈夫、大丈夫ですか。では今日はですね、はい、皆さんで、今日この会場をしっかり盛り上げていきたいなと思いますので、はい、会場に集まっている皆さんよろしくお願いします。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 結構人いるね。うん、いっぱいいる、うん、びっくりしました。僕もでしょ、はい、うん、今そんな感じでね、やっていきたいと思います、はい、今日ちょっと抱負みたいなのありますか。今日の、はい、いや楽しくやりたいなと。初めてなんでね、こういう感じがね。え、ま、こうやってワロップでライブとかやったことないですよね、はい、中川さんも。ね、一回だけ。あ、あるんですね。一回だけあるんですけど、はい、あんま記憶にないですじゃあ今日はしっかりこう頭にね、記憶叩き込んで、はい、ね、この駅、はい、記憶にね、はい、バッて入れていきましょうね。はい、ね、よろしくお願いします。ちょっと前出ろよお前いや、後ろの方がちょっと痩せて見えるかなと思って、ね、モニター見てるけども、ダメ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 。今日頑張っていきますよ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、今日ほ、あ、そう、抱負は。抱負、なんかね、僕だけちょっと色違うなと思うんですよね。こうなんか、ちょっと僕だけちょっとあれちゃいます。白、白。いや、そのキャラが。そうですか。ほんますか。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、みんなドラゴンボール世代だからね。あ、そうなんです、ドラゴンボール世代。そうなんですよ、ドラゴンボール世代で、というわけでね、皆さんこう、はい、今日初めてお会いするんですよね。そうなんです、初めましてな、はい、よろしく。ナッパ知ってます。なんか知ってます。ナッパ。あ、ナッパ知ってます僕これ分からない方多い。僕今日部屋掃除するときにちゃんと全部のフィギュア全部掃除してきました今日、はい、朝起きてめちゃくちゃドラゴンボール好きらしいのよめちゃめちゃ好きです。でもなんかナッパ知らない人多くないですか。ナッパは知ってますよ。ちょっと待ってもらっていい。はい、そこいる？楽しくやろう。お願いします。